何をした、なんでだ、なんでだよ。いやいや、理由は分かる。だけどまさか弁護士を。ジミー、私いいから最後まで言わせてくれ。まず深呼吸だ。君もあんなことがあって確かに参った。分かるよ、驚いて飛び出したくなるよな。それが普通だ。だけどキム、全部投げ捨てることはないだろう。弁護士は君の人生そのものだ。なあ、依頼人はどうする？え？ほら、あの人、気の毒なエイブは、施設にいるあの子は、君は全力で彼らを救ってた。君の半分でもよくしてくれる人がいるか？いやしない。君が必要だ。もう届け出た。だったら取り消せばいい。な、とにかく 1,2 週間かけてじっくり考え直そう。今はちょっと休憩を取ることにする。俺たちに必要なのは新しい部屋だ。ここを出て金輪際二度とこの部屋には戻ってこない。なあ、過去のことは忘れればいい。明るい未来が待っている、保証するよ。でもその前に修復しないと。あのホテルに戻って手紙を書くんだ。法律家協会と君の依頼人に。君が口述して俺がタイプするよ。とにかく事態を修復するんだ。ピザを注文して徹夜で仕上げよう。二人でやっつけるんだよな。じゃあ君のプリンターを取ってくるから、すぐに出かけるとしよう。待て、ジミー。すぐだ、ジミー。私に害だと言ったわね。それは違う。お互いが害なのよ。キム、行かないでくれ。キム、頼むよ。ジミー、あなたといてすごく楽しかった。でも一緒にいると周りを不幸にする。みんなが苦しむの、私たち二人のせいで。別々ならまあ平気だけど、一緒だと毒になる。いや違う。じゃあ変わるから、どうすればいいか言ってな。言われた通りにやるよ。ジミー頼むよ。君がいると幸せなんだ。お互いを幸せにできる。悪いことなんかない。な、愛してる。私も愛してる。それが何？ダメだ、ダメ。